2023年の WBC でファーストのレギュラーとしてホームランを打ち、優勝に貢献した岡本和真。その後のレギュラーシーズンでも広角に打ち分ける打法で逆方向へのホームランを多く、セリーグのホームランダービーのトップを走り続けています。そんな巨人の主砲岡本ですが、かつて巨人の4番を務めた松井秀喜氏が岡本の打撃を見て着目したポイントがあります。打撃の天才松井が見つけた岡本の課題とは一体。そこで本日は松井秀喜が指摘した岡本和真の打撃論について紹介していきたいと思います。過小評価された4番岡本は、2014年のドラフト会議で巨人から1巡目に単独指名を受け、プロの世界へ足を踏み入れました。智弁学園に在学していた当時もスラッガーとして活躍し、高校日本代表にも選ばれ、4番にもなった岡本ですが、巨人入団時の評価はあまり高くありませんでした。周囲から期待されながらも序盤に怪我をしてしまうなど、2軍で試合に出場する岡本。6月に行われた大学日本代表との壮行試合に NPB 代表として安打も放つなど、随所で活躍を見せていましたが、ドラフト1位としては物足りない成績でした。しかしルーキーイヤーのシーズン終盤には1軍昇格を果たし、初安打を本塁打で達成するなどスラッガーの片鱗を見せた岡本。しかしその後は様々なポジションを守るなど、なかなかレギュラー定着とはなりませんでした。現在とは違うレフトを守るなど、一軍定着に向けて努力していましたが、監督であった高橋由伸は岡本を我慢強く使い続けました。さらにはレギュラーだった村田修一の対談もあり、背番号を引き継ぎサードのレギュラーに定着した岡本。2018年のシーズンでは史上最年少の3割30本100打点を達成し、ブレイクを果たしました。この史上最年少記録は今もなお破られていません。このシーズンを機に岡本は巨人の4番を務めるようになり、6年連続で20本塁打以上を達成するなど、ついに覚醒し日本を代表するスラッガーへと成長をしました。 NPB 史上唯一3度の三冠王を達成した落合も岡本の打撃を絶賛。2023年からは巨人のキャプテンも務め、名実ともに巨人の中心選手となりました。今でこそ巨人を支える主砲となった岡本ですが、ブレイク前の若手時代に同じく巨人の4番を務めた松井秀喜氏は、岡本の打撃のある部分を指摘していました。松井秀喜の指摘。松井が初めて岡本と出会ったのは2018年の春季キャンプでした。臨時の打撃コーチとして岡本を指導した松井は当時を振り返り、下半身の使い方、私の大事にしていることを伝えたと自身の経験を惜しみなく伝えたことを明かしています。岡本本人も松井から受けたアドバイスについて、一番印象に残っているのはステイバックだと話し、なるべく長くボールを見て、そのためた力を使って前にしっかり回転していくと語って充実した表情を見せています。2018年のキャンプでの松井からの指導以降は安定した成績を残し、今や巨人の4番としてチームを支える岡本は、2023年の WBC にも日本代表として出場しています。本戦でもホームランを放つなど、今や日本球界を代表するホームランバッターとなった岡本。その後のシーズンでの活躍を見た松井は、当時から何かきっかけさえつかめば飛躍すると思っていましたので、自分の中で驚きはないですし、実力通りですと話し、岡本の活躍を称えています。また野球好きとして知られるタレントの石橋貴明氏も、松井との対談企画にて、僕のイメージだと松井さんが教えたあの年のキャンプから開花したみたいなイメージがあるんですと話しており、ファンにとっても松井の指導は印象的だったようです。松井からの指導に加えて、2023年シーズンは前年より若干オープンスタンス気味に構えているという岡本。フォーム改造の成果か、ホームランだけでなく打率も残せるようになり、
他球団からはさらにいい意味で嫌な打者として警戒されています。岡本は松井と同じように22歳の時に3割30本塁打100打点を記録。偶然ではあるものの、岡本の背中に松井の影を重ねる巨人ファンも多いでしょう。2023年シーズンの岡本。2023年シーズンは開幕前に WBC でも活躍を見せ、たくましさが増した岡本ですが、ファンから懸念されていたのは WBC 出場による後遺症でした。各チームの一流選手が軒並み怪我やコンディション不良でファームでの調整を余儀なくされる中で、岡本もシーズン開幕当初は打球が上がらず、なかなかホームラン数が伸び悩んでいる時期もありました。本人はその原因について、昨シーズンから意識していた縦振りだと考えており、実は昨シーズンの時点で、野球評論家の落合博満氏は岡本の縦振りに否定的な意見を述べていました。縦振りをする影響で、どうしてもアッパースイングになってしまい、打率を残せないと岡本を分析していた落合。かつては育ててみたい打者として岡本の名前を挙げていただけに、落合としても岡本に期待をしているのでしょう。落合は自身の YouTube チャンネルで岡本について、打ち方を変えたらもっと打つんじゃないかとは思うけどね、と岡本のさらなる飛躍を予想していました。実際に岡本は、5月に新潟で行われた横浜 DeNA 戦でスイングを横振りに戻して、そこからホームラン数が増加をしています。変更前は31試合で4本のホームランを打っていた岡本ですが、変更後はその何倍ものホームランを放ち、復活を果たしています。2023年シーズンには阿部慎之助以来となる6年連続20本塁打もマーク。チームの主将として迎えるシーズンで、リーグを独走する本塁打を量産して、目標である日本一を果たすことはできるのでしょうか。巨人にとって岡本の活躍は、日本一のための絶対条件であり、若くから活躍している岡本はまだまだ無限の可能性を秘めていることでしょう。主将岡本の活躍により、巨人が再び日本一を奪還する日は、もうすぐそこまで来ているのかもしれません。いかがでしょうか。プロ入り後に若くから伝統のある巨人の主砲として活躍し、今や日本をも代表するスラッガーとなった岡本。すでに十分な実績を残していますが、2023年シーズンの活躍を見ると、これからの岡本の伸びしろに期待するファンも多いでしょう。これからも巨人の4番として、さらには主将としても、岡本の目まぐるしい活躍を見ることはできるのでしょうか。これからも岡本に期待していきたいですね。このチャンネルは、これからもプロ野球が盛り上がっていくことを期待して、注目記事に迫っていきたいと思います。この動画が良いと思った方は、いいねとチャンネル登録をお願いします。